誰もがやったことない、もうやるんであればニューヨークナンバーワンのパイを作りたいと思って、パイ生地を作りました。これはローハンダックで、ニューヨークステートの上の方から来ているやつで、まあ、一番最初にダックフォアグラパイ、なぜなら一番ビッグワークだから、でこの終わったのを、まあ、1ヶ月後に使うので、冷蔵室にドライエッジします。1週間でだいたい20匹ずつぐらいをやっていくので、こっちに行けばオールドで、こっちに行けばニューワンです。で今日はこの一番古いものを使っていきます。さばいて一番肉の状態を確認します。これこういう赤い感じで、で、まあ、これをすることによって、まあ、今33分40秒という基準の火入れの時間をつけてるんですけど、それであんまりブレることがなくなりました。秒単位でやってて、最初に、ダックレッグのミンチとマッシュルームでクリームチーズと、が入っている。今フォアグラの高さを揃えてます。でこの高さを揃えないとまたパイの火入れの時間、クッキングタイムが変わってくるので、皮目をソテーして冷やし、すぐに冷やすために冷凍庫に入れます。でフリーザーに入れます。で、まあ、余熱が取れたらここにミンチの上に鴨の胸肉のこのサイトをこういうふうに、でこの上に、さっきも言った季節のキノコと、ここからはいかにきれいに四角くしてフォアグラを少し成形します。カインドオブアートで、ここでもう一回ソルトを、このミンチでこの高さを揃える。こっちが今高いのでミンチをここ置いて、ここの量だからちょっと増やしたりして、この作業はもう一人でもできるけども、リスクを減らすために、潰れるブロックンリスクを少しでも減らすために、1、2、3、ここが一番緊張するシーンで、このほうれん草も付け合わせの一つとしてファーマーズマーケットでいつも、ここまでが僕の仕込みの仕事で、あとはペーストリーシェフのまさきに任せます。で、This is, 彼がペーストリーシェフ、エクセクティブシェフのまさきで、今ダックフォアグラパイはもちろん僕が作ってるんですけど、彼のこの毎日手織りのパイがないと作れないの で、彼がこのマシンを欲しいって言った時に、で探したらアマゾンで探して買いました。もう彼のフェラーリです1回目の織り込みパイ生地で、まあ、ミルフィーユの生地ですね。ミルフィーユ、パートミルフィーユの生地を作ってて、もうパートフュータージュっていうのは、料理人の自分からしたらとても手間もかかるし難しくて、それをやっぱりこのマサキと一緒に働くことによって、一番最初にこれをしたいって伝えたら、やっぱりこの大変さが僕らの武器の一つなので、毎日10時から10時半の間にお肉屋さんから、で次が、私たちはメインディッシュは2個あって、これはフランスから来ている子牛で、非常にピンクで綺麗、ピンクの色が綺麗で、これ骨を剥がす作業、多分子牛をこう焼いた時に少し、まあ子牛多分藁とかの中で育てて相性がいいかなと思って、まあアランドヒアこの辺でいろいろ探したけどなかったので、アマゾンが一番大丈夫でした。でやっぱりこのマシンを使うことでパイの厚さが均等にいくので、すごいいい料理だなと自分でも思ってます。でもやっぱりタイムとか構想は必要かな。ストロー 100% だとなかなか壁っぽくなって、このマシンを使うことによって均等になる。ハンドではできない。だまあ5ミリずつやってストレスを与えないように、でいつでも家の壁作れるね日本家屋は任せる。美味しい料理を非現実的な経験、そのエクスペリエンスとしてずっと記憶に残る料理。そう、まあ、なぜ
藁を使ったかといったら子牛とか、まあ、牛の、まあ、牧場を見に行った時に子牛たちが寝てるので、まあ、それ単純にそれで相性いいのかなっていうのと、まあ、これ匂った時になんかちょっとやっぱ子牛のと藁の相性がすごいいいかなって。 This is Chef Simon, our Chef de Cuisine Studio. He's maybe the other name is a Frog Chef, right? Yeah, Mr. Frog. Mr. Frog, yeah. 日本はカエルは田んぼ、お米を作る田んぼというところにたくさんいるので、まあ、そのお米をクリスピーにしているっていうは。So I'm from Sweden originally. Yeah, I started here a couple of weeks ago, even though it's like Western food with a Japanese twist or French. Everything is made with like a thought process of like Japanese cooking. You don't waste anything, very respectful for all the ingredients. And the amount of labor that goes into this 1-2 biter is intense. After I'm done breading them, we're gonna put them away, and then right before we serve them, we're gonna deep fry them and then give them a quick flash in the salamander, then it goes straight out to the guest. これが新しいメニューで今日トライしようとしている、まあ、ホット飲むコンソメスープ。コンソメスープだけじゃ面白くないなと思って、あの鳩のバロンティーヌ、鳩を煮るという料理、まあ、非常にこれもクラシックな料理で、その中でまたこう余ったレバーとか、鳩の肉の内臓とかも使ってミンチにして、でこの鳩のコンソメ、鳩の、くず肉とかレバーとか、あと骨もミンチで砕いて。I think that this is about 20 years ago the, my experience, but very classic. Just now, 20 years later, the classic is very new. In New York City, nobody doing like this. で、これが鳩の胸肉。軽く叩きます。繊維を潰さない程度に、さっきのもも肉。レバー、つなぎも、心臓が入ったミンチを胸肉の中に、それとこれがキャベツ、それとシトラスの柚子と生姜のレモンジンジャーマーマレードを。ハトとフォアグラはすごい相性がいいので、お客様が来て一皿目でスープの皿でホッとしてもらうけど、これを。しっかりとこの鳩のコンソメの中にこの鳩を火でゆっくり弱火で火入れします。これでだいたいまあ芯温測って56度ぐらい、1時間半ぐらい。でコンソメとこのヤンシトラスが入ってるから、なんかコニャックより、あ、めっちゃ来た。フレーバーのこっちの方が相性いいかなと思って。で、when we open, whiskey flavor. Hello, Vivek. Hi, thank you again. シトラス has come in. So, it's 2時。So, 今2時で、いつも毎週火曜日に。彼がシトラスを、多分ニューヨークナンバーワンのシトラスを持ってきてくれます。でここからインスピレーションがみんな湧くので。This one is a, maybe with a シロップマリネ。Bringing Japanese citrus that's grown originally from Japan to Japanese chefs is very, very different. It's very nerve-wracking. Yeah. It's a very different experience. So, you know? So fight that. I want to use this one. I want to use it. そしたら、もともと、そしたら新しいメニュー、これでちょっと作ってみようか。こうやっていつもクリエイトの試作をして。リズの果汁のソルベ。彼がインスピレーションを湧いて即席で作るデザートです。めっちゃうまい。まあこれでもうちょっと微調整して。No, but we can use it from today.そうね、いつも2時半、3時からあのスタッフミールを食べるから、2時半にまあいつも魚を、最終仕上げの魚をさばく。これは、ローカルのシーバス、ブランジーニで。いや、実は、very French. スープ・ド・パーソン。
修司緊張しないで。OK、ファイン。大丈夫。これを見る人みんなが魚のさばき方を勉強するから。ミリオン people we looking at this one. How to cook fish? No problem. It's better than any sushi chef. No bad. Oh, no bad. No bad. And I'm gonna portion before the service. During the service, I put in a pan like pan sear, and then finishing in a bouillabaisse sauce. まあ大体3時前ぐらいにスタッフミーの前にこのパイの最終の飾り付けを始めます。これデコレーションしてまた乾かしたりしないといけないので非常に時間のかかる作業で、まあ、うまくスケジュールを作りながらいつもやって、まあ、デコレーションもいつもあのまさきが日の天気とか来るゲストをイメージして変えたりする、まあ、一種のアートの作品の一つです。今回はすっぽん、静岡からです。静岡の浜名湖。We're gonna simmer like 2-3 hours. すっぽんってすごいあのゼラチン質が多くて スープにしたら面白いアイデンティティをくっつける一つの料理だと思って我々にとっては非常に重要な食材の一つです。 It's about to open the door. Now it's at 5, so 90 minutes to go. The すっぽん, the associated turtle, it's been cooking like about 2 hours.So I start to strain it now. ああ、これエンピラという部分とあと肉もこんな感じでもう簡単に取れるので、とあとここの部分がやっぱ一番美味しいです。あとこう肉と、エンピラを外し終わったら、あと使う部分をね、これはあとの、フランの、具になります。We serve a spoon broth, spoon soup on top of it.And the garnish is white asparagus, yamaimo, Japanese yam, and grilled matsutake mushroom on top. これは備長炭。備長炭で炭でオープン、今日は6時半スタートなので、だいたい41時間から45分前にこのプレパレーションをしないと火が。OK, guys, clean up!Okay, now we close the curtain, waiting for the customer. We're doing the final preparation. 6時25分なので、もうゲストがそろそろ来られるので、カーテンを閉じて、裏でアミューズブーシュの仕込みなど、盛り付けの準備をします。Broadway start. スリーカインドのアミューズブーシュ。基本的にアミューズブーシュは季節で変わって、これがレバームースの鴨のレバーのタルトにブドウに中に砂肝のコンフィ心臓のコンフィが入っています。でこれがフルークの昆布締めにお寿司寿司ライスにウニ北海道産のウニにソイソースと隠し味に柚子胡椒が少し入っています。これが大根のマリネに中にカニのタルタルに今日届いた、フィンガーライム。Hi, good evening, everybody. Thank you for coming to the restaurant U. So please enjoy our autumn menu. So, let's go! Let's go! So this is Wagyu from the Miyazaki, A5 Wagyu. So, our signature, one kind of signature, the brioche, homemade brioche, with a Wagyu foie gras sauce. So, the menu I've made in the menu, it's naturally the Japanese identity, the Japanese flavor. So, it's a little bit of a pull.これそうだと思います。Yeah, for the Japanese barbecue style, the sauce. But the sauce is no soy sauce. The sauce borderlands, the French style. So homage. Hello, thank you for coming tonight. So, Wagyu plate, homemade brioche with Wagyu from the Miyazaki A5 rank, with foie gras and smoked shallot puree and the sauce borderlands. Thank you. 100%. 19度結構しびれるな。ただこの18席同時に出すのがメリットでありデメリットである部分もあるし、例えばアラカルトスタイルでオニオングラタンスープとか出したいけどカスタマーはもうすごいお腹いっぱいとかになるから、なんかそこの自分の出したいエゴとお客様のその満足する形の今バランスを見ながら。The lobster is for the next course, lobster salad. We cook in a cool bouillon. After that, we're gonna break down them.making a dressing and then finish up the salad.
We have a lot of like parts and all the ingredients. So we need hands for everyone. So it's good. We have now it's six chefs, so pretty good. とにかく難しいことをしたくて、ビールをそのままフォールでローストしても入ります。でもやっぱりああいう間接的に火が入るから、すごく火が入りすぎるとかもなくうまく焼けました。そう、これが格子のローストで、まあ、とりあえず45分間 45 minutes in the oven、まあ、100% うまくパーフェクトです。一皿目のメインディッシュで格子のローストを、塩パン、ソルティーパンの中でワラとタイムが練り込まれています。まあ、香りの相性でよく。ベストオブサンドイッチ in the green point。まあ、また難しいと思うんで、そういうことも挑戦したいなと思いながら。We are finishing the turtle spoon dish. Egg custard is cooked and then garnish, have all the garnish on top and then now finishing with the soup. Black pepper and then matsutake mushroom from the Oregon. It's charcoal grill and flavor is perfect. ゼラチン質が多くて、スープにしたら美味しいので、まあ、コンソメを取って。Okay. Next dish is the oyster and then sugar snow peaDish. Oyster from the Washington state, Nisqually is very creamy. And then Snappy is very sweet. So please enjoy the contrast of the very sweetness of the Snappy and then little saltiness of the oyster. This is the bouillabaisse. The fish is the sea bass brandino, and mussel and then fennel, the garnish. The bouillabaisse made from the northern gurnard, sea bass bones and lobster.マッソジュース。あ、ミシュランから招待状が来て、これで星取れんかったらバリトラウマ。じゃあ、Here we go. So the 33 minutes 40 seconds. Yeah, very hard. Not bad. パイ包みを切る時が一番のクライマックスなので、僕の一番好きな音楽のシェフズテーブルのあのウィンターを流しています。ちょっと恥ずかしいんですけど切る時でも面白いです。なんかそういうプレゼンテーション、今からこれを食べますよっていうそのワクワク感とかを上げるためにやり始めたのが初めです。で、メインディッシュ2つあることで、お、これがメインディッシュかって言ってこうキャントウェイトみたいな、そういう流れをする、まあ、一つの演出です。だから他の人が真似しても絶対に負けないことをしたかったので、それを挑戦しました。 Very good. 100 top of top. Look at the same here, the same here, the everything the same color. でも誰よりもフランス料理をリスペクトして、ベースはやっぱクラシックのものを、ただまあフランス料理の店だけど少しどういうふうに日本人のアイデンティティを出すかっていうのをすごいこだわっています。